皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2023年6月の17日土曜日でございます。気温は26度といったところでございましょうか。そして本日その気温に触れている時間はないのでございます。あれこれ言いたいのは山々ですが、もう本日は長くなりますので先に謝らせてください。どうか今回のこの放送にお付き合いくださいます方は長くなること、はい、ご覚悟よろしくお願い申し上げますとのことでしていきますよ。早速お便りを拝読させていただきたいと思うのでございました。じゃん、ペンネーム、バイクバカさんよりいただきました。バイクバカさんイコールバイクさん、いつも本当にお便りをありがとうございますですから、バイクさんのお便りには魂がこもってまして、拝見するのが楽しみで仕方ございませんですかなとのことでして、はい、バイクさんからまたまたお便りをいただきました。誠にありがとうございます。それではその気になるメッセージを拝見させていただきたいと思います。じゃん、どうもです、こんにちは。梅雨の晴れ間楽しんでますか？私はまた草刈りです。本当に雑草って伸びるの早いですね。そういえばこの前の配信で好きなことを仕事にするってどう？ってありましたね。自分は周りからはバイクバカを通り越して変態って呼ばれてます。そのくらいバイクが好きでいじり倒していろいろなことを経験したから仕事にすることができましたが、葛藤もありました。仕事と割り切ることができるのかとか、トラブルシュートをできるだけの引き出しがあるのかとか、コネクションを広げられるのかとか、本当に多岐にわたる不安だらけでした。現在はぼちぼちうまいことバランスとってやってます。好きなことを仕事にするにははっきり言って大変です。成功も失敗もすべて自分の責任、言い訳できません。なのでよく考えて練りに練った方がいいですね。それと経営はわからないことだらけなので、町の商工会なんかに入ると便利です。資金繰りとか補助金とかね。まあ走り出したら後ろ見てる暇ないので、そりゃもう爆心するしかないですよとは言っては見たものの、おじさんわかんないっぴとのことをいただきましたよ。わかんないっぴとはおっしゃいますが、しっかりとしたご回答誠にありがとうございます。そうなんですね、バイクさんは自称さんでバイクバカさんっておっしゃられてますが、もうそれどころではなく、周りからは変態さんという風な感じで言われちゃうんでございますか。そういう方でもですよ、そういう方でも実際問題大変だったっていうことですから、もうその好きを実現されたご経験者様の本当の真実のご意見、それが今回のお便りだったと思います。ですからですね、もしもたまたま何かそうしたことで迷われていらっしゃる方、そうした方が本当にたまたまこの放送を見てくださったのでしたならば、
それは何かの運命かもしれません。ですから、このバイクさんがおっしゃったそのお言葉、これをしっかりと受け止めていただきますと嬉しいばかりでございます。はい、とってもとっても真実が、はい、その書かれていらっしゃったと僕は思いました。大変ということですし、葛藤もあったということですし、でもですね、僕がバイクさんをこうしてちょっとお便りをいただけましたことで、本当に少ししかまだまだ感じることはできてはおりませんが、バイクさんからは後悔ということを感じることはございません。ですから、好きを仕事にされたっていうことの成功者さんであると僕は思っております。ですから、はい、好きをどうしても仕事にしたいという方はぜひとも覚悟を持って望まれること、それをバイクさんはおっしゃりたいのではないかなと非常に思いました。どうでございますか？とってもとっても有意義なこのご意見をいただけたと思います。バイクさん、本当にいつもありがとうございます。そして、僕は何か、そうでした、そうでした。ちょっと拝見いたしますよ。そうです、そうです。もう冒頭でこんにちはっていただけましたのに言っておりませんでした。バイクさん、こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。遅ればせながら。そしてですね、はい、そうなんです、そうなんです。梅雨の晴れ間楽しんでますかにお答えしておりませんでした。梅雨の晴れ間、僕は全く外を見ておりません。すみません、本当に。もう、外を見るのが怖くて怖くて。だって、バイクさんのように雑草をまめに刈ることができませんもん。ですから、また雑草が伸びてるんじゃないかな、とは思いながらも、見て見ぬふりをしている次第でございます。はい、そうなんですよ。もう見ると、ああ、これ雑草伸びてるから、もうやらなきゃいけないなーっていうような感じになっちゃいまして、もう嫌なのですよー。本当に本当に。ですから、もう見て見ぬふりです。はい、ですから、もう雨だかも晴れだかもわからずに、はい、そんな過ごし方しております。ですから、しっかりと、はい、そうして健康とともに草刈りをされるバイクさんはとっても素敵だなって思いました。とのことでして、バイクさんからの素敵なお便り、本日も楽しく読ませていただきました。誠に誠にありがとうございます。はい、そしてたまたまご覧になられた、迷われましているお方いらっしゃいましたら、はい、本日のこの放送は運命だと思います。ぜひともご参考いただけますと幸いです。そしてですね、 YouTube でのコメント欄にも僕の疑問にお答えくださったハリュリュンさんがいらっしゃるのですよ。ハリュリュンさん、ありがとうございます。じゃあ早速ですが、ハリュリュンさんからいただきましたそのメッセージもお読みしたいと思います。いきますよ。じゃん。ああ、そうでした。まずは僕の疑問、これをご説明しますね。僕が疑問に思ったのは、毛をそのなんていうんですか、不潔にしているとカビって生えるのみたいなことを、はい、言ったことから、それについてのご回答をいただけました次第です。じゃん。リス君の疑問の答え、フケは頭皮の古い角質が剥がれ落ちたもので、誰にでも発生します。フケの原因の一つに、フケ原因菌というカビの一種があります。この菌は常在菌で、頭皮や顔、胸、背中などに住んで、皮脂を
栄養としています。皮脂の分泌が増加するとこのカビも増殖して炎症を起こすと考えられております。バランスの悪い食事や偏った栄養、睡眠不足などは自律神経のバランスを崩す要因の一つです。自律神経のバランスが崩れることによって皮膚の免疫力が下がり、真菌が増殖してしまいます。また外部からの刺激や誤った洗髪方法などによって頭皮の過剰分泌につながってしまうことも、汗をかきやすい季節や洗い残しなどでもカビ原因菌が増殖するきっかけとなるため、頭皮環境に気を配る必要があります。頭皮のカビやフケを放置すると薄毛や抜け毛を引き起こしてしまう可能性があります。キノコが生えるかはわからないけれど、カビは増殖するようですよ、とのことですよ。カビ原因菌怖いよ、とのことでして、いかがでしたでございましょうか。はい、たどたどしくってすみませんね。はい、たどたどしくってなんだか、すみません。実はものすごい僕この放送中緊張してまして、汗がびちょびちょになるんです。そしてその汗がなんと僕のこの目に、はい、目の中にペチャペチャって入ってくるんですよ。すると字がにじんでよく見えなくなるんです。すみません、それもせいで、それのせいでたどたどしくなっているっていうこともあるんです。ですから本当にお聞きづらい点申し訳がございません。もっとスラスラ読めるにはどうしたらいいか、何かいい方法がないかと探ってみたいなと思います。とのことでして、いかがでございました。僕が気になったのはですね、ちょっともう一回拝見しますね。そうなんです、まず真菌、はい、真実の真に、そして菌、ばい菌の菌、はい、これでございます。これ真菌って読んでしまいましたが、真菌で合ってます？そこもし読み間違えてたら申し訳がございません。ですから真菌の意味はちょっとまだまだ分かってはおりませんが、とにかく菌という菌が増殖するわけですよね。つまりもう本当にあれですよ、はい、ちゃんと頭皮環境、僕の場合は全身の、全身って言っちゃいましたよ、頭皮の皮が全身の皮のかぶっちゃいまして、もうよくわからないことになっちゃいました。はい、全身のですよ、僕は全身の毛を気をつけたいと思います。そのなんていうですか、空気の通しがいいように、はい、空気の流れが入るように、ちょっとそうですね、扇風機とかやっぱり欲しいですね。そうしないともう汗でべちょべちょです。さすがにエアコンは使いたいですけれど、エアコンはちょっと調子悪いですし、ですから僕は、はい、なんか扇風機とか使ってちゃんと空気の流れを毛の中に入れたいなって思いました。じゃないと大変ですよ皆様、カビ生えちゃったら、カビのその何でしたっけ、フケ原因菌、原因菌って怖いですね、カビの一種で。そうしましたらフケも出ちゃいますし、さらにはもうそれによって頭皮が薄れちゃったりするわけですよ。もう怖いよ、本当にそう思います。ですからもう本当に僕はもうその毛の環境、これには気をつけなければいけないなって心底思いました。ちょっと汗ばんだらちゃんと
ふきふきする、せめてそれぐらいはしようと思います。放置せずに自然干渉、自然干渉、自然干渉じゃなくて自然乾燥ですよ。自然乾燥じゃなくてちゃんとふきふきいたします。恥ずかしい、間違えちゃって、もうもう、そしてもうもう、お便りをたどたどしく読むの恥ずかしい、僕はそう思いました。もうもう本当にもう上手に上手に喋ることができればいいなって心底思います。とのことでして、本日のお便りでございました。本当に本当にありがとうございます。バイクさん、ハリリュンさん、改めまして誠にありがとうございます。はい、もうもう僕の疑問に答えてくださいまして、すっきりさせていただきました。皆様ももしもなんかこういうことあったよとか、こういう疑問があるんだけどということをこちらで共有できることができましたならば、こうしてお答えくださる方がいらっしゃります。ですからみんなで話して解決し合いましょうじゃございませんか。どうですかこの案。はい、みんなで話せるって結構あの一人で抱え込んでしまった時にはいい空気抜きになると思いますよ。ぜひとも一人で抱え込まずにみんなで話し合いましょうよ。そうは言わせてもらいました。はい、とのことでして、本日も引きこもりスアワー行ってみましょうかね。今からなんですよ、引きこもりスアワー本編と言いますか。すみません、もう爆裂長くなってまして。じゃあじゃあ行きますね。そうでしたそうでした。僕の昨日のお夕飯はチーズピッツァでございます。もりもりチーズのピッツァでございます。これ、はい、そうなんですよ。もうもうチーズがもり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 っていう風に、もうチーズメインのピッツァでございました。とにかくもうチーズ好きの方にはおすすめな感じではございますが、チーズの匂いがとにかくすごい、本当に強いです。ですからもうなんて言うんですか、今も僕チーズの匂いがするんですよ実は。はい、それぐらいチーズの匂いが残ります。ですから明日の仕事にチーズの匂いを持っていきたくないっていう方はちょっと避けた方がいいかもしれません。それぐらいチーズの味じゃなくて匂いが残ります。はい、とのことをお気をつけになっていただければ、はい、まあまあそうですね、比較的美味しく食べることはできました。ただ僕にはちょっと大人っぽい味かなっていうような気はいたします。そうなんです、ちょっとチーズだけじゃなくて別のも入っていてほしいかなっていうような感想を持っちゃった次第です。そこは本当に申し訳がございません。はい、ここの会社様に、はい、とのことでして、まあまあでもですよ、もちろん美味しく食べることはできましたよ。メープルシロップもついてまして、味変もできるのでございました。ですからチーズに飽きてきたならばメープルシロップをかけるっていうようなこともできます。ですので、まあボリュームたっぷりの、はい、とってもとってもお腹いっぱいになることができました。楽しいお夕飯でしたよ、ということを言わせていただきます。じゃあじゃあ行きましょうか、本日の、はい、一言お便りに。じゃあじゃあ行きますよ。じゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただきました。サンピアさん、お便りまたまたありがとうね。本日も長くなりましたが、ようやくサンピアさんのご登場ですよ。ありがとうございます。
いつもいつも、そして気になるそのお一言、早速拝見したいと思います。じゃん、これはそうですね、なんて言うんでしょうか、まるでまた僕が調理されちゃっているような、そんな印象を受けますが、きっとそうじゃないということは信じたいと思います。そしてこれを簡単にご説明したいのですが、僕の思い描いているイメージ、それとこの一言がちょっと食い違っているかもしれません。はい、僕のイメージは間違っているかもしれません。ですので間違っていましたらどうかお教えくださいませ、とのことでして、僕のあくまでイメージでお答えしたいと思いますが、いきますよ。そうなんです、まず多分数種類の何か材料、食材を混ぜたもの、はい、それを、はい、それを、そうなんですよね、そういうものでございます。これがまた難しいですよね、それだけでは、はい、それだけでは難しいので、いくつかのというのは実のところ5です。5を日本語にしますと、5を日本語にシンプルにしますとあれですよね、はい、そうです、それの、はい、種類、その5だけの種類を混ぜ混ぜしたご飯とかあるんですよ、はい、それを5、あー、これも危ないですね、5アイご飯みたいな、まあまあ5アイご飯って何みたいになられますよね。5アイっていうのはちょっとめちゃくちゃといえばめちゃくちゃです、はい、めちゃくちゃなのですが、そのままの言葉を、はい、ちょっと漢字にしてみてください。それを漢字にしていただけますと、もうイチャジャケマストになってますよ、僕があまりにも噛んじゃったことによって。もうここまで長くなっていますので、多少の噛み噛みはもうそのままスルーです。ですので、そうなんです、その、はい、よくある有名なご飯であったりするものでございます。それがついていて、語尾に僕がついております。どうでございますか、はい、5アイ僕でございますよ、とのことですから、この言葉をいただけまして、僕はその数種類混ぜ混ぜしたご飯っていうのは大好きなのでございました。例えばひじきとか入ってましたかね、どうなんですか、僕のイメージではひじきとか入っている気がいたします。そして本当に5っていう数が合っているのかどうか、ここも僕は疑問なんです。本当に5だけの種類なのかどうか、それ以上なのかそれ以下なのか、そういうこともあるのかないのか、そういうところが不確かでございまして、そこは不確かなまま僕は言わせていただきました。ですから間違っていましたら、はい、お便りでそれは違うよっていうことをお教えいただけますと幸いです。じゃあじゃあですよ、はい、そろそろ行かせていただきたいと思います。本日のサンピアさんのお一言、それでは行きますよ、はい、もう行きませんと、さすがに、じゃあ行きます。それではサンピアさんよりの一言、どうぞ。五目リス。